ゴールキーパーは後藤です。フォーバックが石田と野沢が出場停止ですので、小川、甲斐、遠藤、ムンゲンジという並びになっています。そしてドイツボランチに今日は西谷を起用しました。北とコンビを組います。右に荒垣、左に荒木、ツートップは絶好調です。10ゴールの田口、そしてコンビを組むのが藤岡。ゴールキーパーが岡田慎二、フォーバックが生駒、鈴木大成、そして今日は伊勢がベンチですので、前節までアンカーだった堀内がセンターバックと予想しています。左に下川、そしてそのアンカーの位置に上垣、インサイドハーフに中島と国武、スリートップは前節と同じです。田村、グスタフソン、岡田裕樹。西谷、後ろから出てきた西谷、絡んで藤岡、ボランチの西谷が絡んでチャンスが生まれました。 FC 岐阜です。広げて荒木、すでに藤岡が動き出していました。北が回って裏を取りに行きます。ここも左から撹乱していこうという FC 岐阜、入り込んでいく、北3人目関わった、セカンドボール、荒垣、左から美しく崩しました FC 岐阜。ホームでおよそ3ヶ月半ぶりの勝利に向けて大きな先制点となりました。荒木はワンツーを狙ったかもしれませんが、田口からのリターンが北に渡って、そして右サイドハーフの荒垣が中央に絞ってきていました。さてここからどのように奈良クラブは打開をしていくか、まあ、このボランチの脇で神垣がよく受けられるようにはなってきています。田村、クロスやめて回った生駒、マイナスへ神垣、後ろから飛び出してきました神垣です。まあ、やはり縦パスに対してはこのボランチ2人がかなり警戒していますので、序盤ほどは繋がらなくなってきました。さあ右のスペースを取った、田村、中央、グスタクソン、ニアに来ました、ゆとりがあります、ニアへ、なんとか触りました、キーパー後藤。縦に預けて前を向いた国武、差し込んだグスタクソン、短くつけてリターンもらったグスタクソン、左足、ゴールキックです。これで岐阜のファーストプレスを攻略して縦に預けます。中継使ってグスタクソン、出ていった田村、グスタクソンに渡った、グスタクソン、ミドルシュート、よくしのぎました後藤。縦の連携からようやくつないだ奈良クラブ、渾身の一撃は後藤がしのぎました。後半も半分が経過します。荒垣、スルーパス、抜け出した藤岡、中央、イヨンジェ、イヨンジェ、抜けた、イヨンジェ、枠に入れることはできませんでした。今日はキープに運びに非常に効いています。久しぶりのスタメンの西谷、ムンギンジュ、差し込んだ、スルーした藤岡、イヨンジェの落とし、広げた藤岡、外から小川です、中央にイヨンジェ、入れてくる、ニアサイド藤岡、パスを引っ掛けてのカウンターというシーンが増えてきました。下から鈴木大成、縦に刺した、ここから神垣、運び出して中央、岡田行き仕掛けた、左足、よく股を閉じました後藤。森田からのフィード、走り込んでいます、落とす、百田の落としから外、岡田裕樹、右足の折り返し、中央ヘディング、同点に追いつきました奈良クラブ。神垣、これが移籍後初ゴール、値千金の同点弾です。明日26歳の誕生日を迎える神垣、自らを祝う早めのバースデーゴールとなりました。記
拾い直して小川、ムンギンジュ、ここからロングシュート、なんとか弾き出しました岡田慎二、鋭いシュートを浴びせましたムンギンジュ。3月以来の勝利を待ち望んでいます。フリックして出ていく、運び出して左足、後藤です。山成のボール、ヘディング、鈴木大成です。ピンポイントで狙ってきました。ファールなし、流しています。折り返し、小川から中央へ、ビッグチャンスでした。イオンジェ、堀内、柔らかいボール中央へ跳ね返した甲斐です。そして試合終了です。お互いに主力を尽くしました。先制は FC 岐阜、ただその後後半に入って奈良クラブが同点に追いつきました。とにかく共に気力のこもった試合でした。